おはようございます。今日は10月15日日曜日朝5時20分を回りました。鹿児島キャラバン3日目の朝です。で、今日も4時過ぎに、起きてから昨日の動画の編集一気にやりました。で、使っているカメラですが、先日発売されたばかりの α7C2 にレンズがもうあえて APS-C 用のレンズ SEL11F18、11mm F1.8 の APS-C 用のレンズを使って、今回の旅動画を撮影しています。で、今このカメラもそうなんですけど、明るさとかどうですか？やっぱり F1.8 ということで、APS-C 用の、サイズにはなるんですが、もう十分な明るさ確保できているかと思います。で、これが今シャッタースピード60分の1固定、F1.8 で ISO が1000になっています。解像感とかどうでしょうか？やっぱりフルサイズ用のレンズ使うよりは解像感落ちるかと思うんですけど、画質的にはもう十分な画質出てるかと思うので、この APS-C 用のレンズをあえてフルサイズ機に使用するっていうのは、本当にこういった旅動画撮影するときには、軽量コンパクトに持ち運びできて非常にいいんじゃないかと思います。今朝も朝4時ぐらいに起きてから一気に昨日の動画の編集やっちゃったんですけど、どうしてもネットの環境がこうモバイルになってくるんで、で、今もドコモ回線使って動画 YouTube にアップロードしてるんですけど、だいたい40分から50分ぐらい、50分まではかかんないか、30分から40分ぐらいかかります。今これが動画アップロード 43%、44%完了、残り32分です。何気に今回はこのコーヒーサーバーがめちゃめちゃ役に立ってます。今朝はこの鑑定士の誇り、リッチブレンドいただきます。パッケージからカプセル出すだけでめちゃめちゃコーヒーのいい香りがします。セットして、蓋して、スタート。では、モーニングコーヒーいただきます。うまい。改めましておはようございます。空が少しずつ明るくなってきました。現在時刻が5時45分です。お、バッチリ星も映ってますね。さすがにフルサイズ用のカメラに APS-C 用のレンズ装着してるんで、本来の明るさよりは、明るさに関してはあんま変わらないのか、 F 値一緒だったらフルサイズも APS-C 用も変わらないかと思うんですけど、解像感がやっぱり変わってくるかと思います。あ、でも明るいな。これ今目で見てるより相当明るく映ってるかと思います。じゃあちょっとお散歩、ウォーキング行ってきます。本日の予定終了しました。じゃあ今から遅めのランチいただきます。もうあんまり時間なかったのでマックです。それではいただきます。ん？これ、なぜかコーラです。あれ？合ってますよね。コーヒー M ブラックにしてるんですけど、どう見てもこれコーラです。そういうわけでコーヒーに交換してもらいました。いや、合ってんのかな本当に。あ、アイスコーヒーだ。うまい。三角チョコパイのミルクキャラメルです。うん、うまい。チキンクリスプいただきます。うまいんだけど、やっぱマフィンの方がいいな。軽くマック食べ終えたので、一旦今から車に戻ります。で、この後ですけど、近くに日帰り湯があるので日帰りに行こうかと思います。桜島が今日実は軽く噴火したんですけど、火山灰結構浴びてジャリジャリになったんで、温泉入って、風呂か、入ってさっぱりしていきます。それではお風呂セット用意して日帰りに行ってきます。今日のお風呂は天然温泉を源泉かけ流し、溶板の湯でいただきます。めっちゃ駐車場から近かった。溶板温泉めちゃめちゃ気持ちよかったです。お湯がトロトロで肌がスベスベになりました。あ、家族湯もあるんですね。
なんだこれ。初めて見た焼き芋の販売機。へえ、美味しいんかな。それでは夕食を食べに出かけましょう。いきなり見つけたこの餃子の明かり、なんかここ良さそうだな。ここにしようかな。結構いろいろと美味しそうなものがあるんですけど、まず飲み物ですが、さっき実はもう帰ってきてちょっとビール飲んだんで、これが気になる。このヒューガ夏サワー、デコポンサワーもいいけどこれにします。それではこれがデコポンとヒューガ夏です。じゃあいただきます。はい、じゃあお疲れ様でした。乾杯。おいしい、うまい。なかなかいい感じのメニューがいっぱいあるんですけど、とりあえずね、この焼き餃子とチキンナンも食べたいけどな。なんかお店の推しのメニューがこれなんかやみつききゅうりらしいんで、このやみつききゅうりと、あと何にしようかな。なんかスモツとかもいいんですけど、モツも食べたいけど、まあとりあえず餃子からするのがいいや。下のプラまで。餃子ですけど羽根付きでめっちゃうまそうです。でおすすめの食べ方は、まずそのまま何もつけずに食べてくださいということなので、そのままいただけます。うまっ、うまっ。ニンニクめっちゃ効きます。うまいです。次は餃子のタレにつけていただきます。うまそう。うまっ、タレもうまい。エビチリもめっちゃうまそうです。エビチリいただきます。ツヤツヤ、うまそう。エビチリがサクサク、うまっ。2杯目は芋焼酎にしてみました。これ黒いさにしき芋、うん、なんかおすすめソーダ割りだそうなので、黒いさにしきのソーダ割りです。いただきます。ああ、意外とソーダいけるな。うまいです。次は蒸し餃子にしてみました。熱々そう、なんか口やけどしそうです。蒸し餃子いただきます。あこあこ、どんどん出てきますが、次はやみつききゅうりです。これめっちゃうまいわ。あんまり食べることはないんですけど、最後締めラーメンいただきます。なんかツヤツヤ。鶏皿でいただきます。おすっげえあっさりしてうまいです。これはいける。ごちそうさまでした。完食です。めちゃめちゃお腹いっぱいです。ごちそうさまでした。ここのお店めっちゃうまかったです。また来たいです。近くにスーパーがあったので、ちょっと明日の朝食と、多分夕食が車内に明日はなると思うんで、なんか物色してきます。さっき飲んだ多分この黒いさん錦なんですけど、普通になんかスーパーで売られてます。こっちの人が多分よく飲むような芋焼酎なんだと思うんですけど、どうしようか、この瓶を買って帰ろうかな。これ買って帰ります。21時を回りました。じゃあまた明日も朝早いのでそろそろ寝ようかと思います。ちょうど今ね、正面に猫がいます。わかるかな、このちょうど真ん中です。でこの辺りってすごく、なんていうの、地域猫っていうんですかね、多分野良、まあ、野良猫なのかな。で結構ね、周りで餌をやってるような形跡がいっぱい、餌箱は結構いろんなところにあって、その辺りに確認できただけでも多分10匹ぐらい猫がいるんですよね。見えない。ここの駐車場だけでも3、4匹ぐらい見てるんで、多分周辺の方が餌であって、まあ、多分猫が居ついてるんだと思うんですけど、めちゃめちゃ逃げるか、逃げた逃げましたね。は
はい、というわけで本日以上となります。また明日に続きます。おやすみなさい。